43回目の開催となる今年度の2022-2023日本カーオブザイヤーが12月8日に決定した。今年を代表する一台に選ばれたのは日産さくら三菱 EK クロス EV だ。EV の受賞は2011年の日産リーフ以来11年ぶり。また軽自動車が大賞を受賞するのは初めて。 日産、三菱の兄弟車は、k c a r o v e r z にも選ばれている。日産は昨年度のノートシリーズに続き2年連続。三菱は1996年のギャラン・ウレグナム以来、26年ぶりの受賞。選考委員の中谷明彦氏は、桜 EK クロス EV に満点の10点を投じた。 以下は日本カーオブザイヤー公式 HP に掲載された中谷氏のコメントだ。DEV としての高い完成度と信頼性を実現し、現在のインフラにベストマッチするバランスで、軽自動車の走行性能と可能性を飛躍的に高めていて、日本を代表するにふさわしい存在となった。中谷昭彦氏の全投票点数、 掲載はノミネート番号順。トヨタクラウン4点。日産サクラ三菱 EK クロス EV10 点。日産フェアレディ Z1 点。ホンダシビック E HEV シビックタイプ R5 点。マツダ CX60E スカヤティフ D3.3 コロン5点。各賞日本カーオブザイヤー日産サクラ 三菱 EK クロス EV インポートカーオブザイヤーヒョンデアイオニック5デザインカーオブザイヤー BMW9 テクノロジーカーオブザイヤー日産エクストレイルパフォーマンスカーオブザイヤーホンダシビック E HEV シビックタイプ r 軽カーオブザイヤー軽自動車小格好割コロン日産桜 三菱 EK クロス EV 今年度のエントリーは2021年11月1日から2022年10月31日までに発表または発売された乗用車国内外の全48モデル自動車評論家、ジャーナリスト、有識者からなる60名の選考委員によりまず上位10モデルの10ベストカーを選定 さらにそれらの中から投票により決定した。委員はそれぞれ25点の持ち点を10車種、10ベスト区のうち5車種に配点し、それらのうち最も高く評価する車種に対して必ず10点を与える。また、10点を与える車種は1車種とする。輸入車の中で最多得票の車にはインポートカーオブザイヤーが送られる。 輸入者国産者を通じて輸入者が最多得票だった場合には、そのまま対象となる。